こんにちは。理工学研究科助教有機研究奨励の大西と言います。この動画では私が取り組んでいる人に優しい、安心な移動をする配膳ロボットを開発する研究について紹介していきます。突然ですが皆さん、身の回りで配膳ロボットが活躍している様子見たことある人いらっしゃいますでしょうか。まあ、多分見たことあるよって人多いんじゃないかなって思います。こんなやつですね。配膳ロボットを導入することによって、もちろんスタッフさんの負担が軽減するという効果があるんですが、それだけでなくて、例えばテーブルの片付けといったスタッフさんにしかできない業務に対してスタッフさんが注力できるようになることで、お店の改善率向上といったサービスの質の向上につながることが期待されています。そこでレストランや病院といったさまざまな領域で近年ますます導入が盛んになっています。で、移動ロボットの研究をしているとですね、レストランに行った時とかすごいロボットばっか見てしまうんですよね。で、今回もですね、実際にレストランに行ってロボット配膳ロボットが活躍している様子を撮影してきました。その動作の様子を踏まえて自分が何を研究をしているのかについて紹介していこうと思います。ではここで少し実験をしています。人のいる日常空間で活躍するロボットには人とぶつからずに移動する能力が求められます。ではこの猫ちゃんは人と真正面からすれ違うときどのような動きをするのでしょう。ここで今の動きをもう少し掘り下げています。ロボットはルートをそのまま直進し、人と衝突する手前で停止します。そして数秒間待機した後に移動を再開して人を回避します。この作戦は人に回避をできるだけ委ねている、名付けてお先にどうぞ作戦と言えます。この作戦はロボットの移動が単純になるので、人がロボットの移動を予測して動きやすくなります。またロボットが衝突するギリギリまで進むのはレストランの狭い部分を通れるようにするためですね。なるほど、よくできていますね。先ほど冒頭で配膳ロボットはレストランだけでなく病院などさまざまな領域で活用が期待されていると述べました。ではここで配膳ロボットを病院で活用することを考えてみましょう。病院には足腰の悪い方や車椅子の方など自由に動けない方々がいらっしゃいます。このような場合にはロボットが率先して人を回避してあげるお先に避けます作戦が必要です。そしてなるべく早くに回避してあげる方が人にとってはぶつかる心配が減り安心感が高いですよね。このように人と同じ空間で活躍するロボットには物理的に衝突しないという安全性に加えて人の安心感も考慮できるとより受け入れられるロボットになると考えています。そこで私は人に優しい安心な移動の配膳ロボットの開発に取り組んでいます。
ここから私の研究の詳細に移っていきます。先ほど安心感の高い移動を実現すると言いましたが、それって具体的にはどんな移動なんでしょうか。ロボットが人を回避するとき、早く避けるほど安心、これはまあそうなのかなと思います。一方でどこまでなら近くても安心感が保たれるのでしょうか。それを明らかにするためにこんな実験を行いました。はい、ひたすらロボットとすれ違ってもらって、その時の動作の安心感を歩行者の方々にアンケートで答えてもらったんですね。で、すれ違う時の人とロボットの距離や人の歩行速度を変えて、様々なすれ違い動作に対する安心感を計16名の方々に調査しました。その結果、人とロボットがすれ違う時、ロボットが回避動作を終えていれば不安感を与えにくいということが分かりました。具体的には、人とすれ違うタイミングで人に対するロボットの姿勢角シータが0に近いほど不安感を与えにくいということが分かったんですね。なるほど。ということは、人とロボットがすれ違うタイミングでロボットが回避動作を終えて人と平行にすれ違うような動作を実現すればいいんですね。ということで作っていました。まず歩行者とすれ違う際のロボットの移動です。早めに回避を始めることで、すれ違う際に回避動作を終えて人と平行にすれ違うことができていることが分かります。お先に置けます作戦成功です。ここでロボットが認知している世界についても紹介しましょう。ロボットはこのように走行する経路に対して複数の平行なレーンを考えています。また映っている赤い点は検出している障害物です。ロボットは各レーン上を移動した場合に障害物と衝突してしまわないかを頭の中でシミュレーションすることで、早めに障害物との衝突を検知して回避をすることができます。回避する際はまるで自動車が高速道路でレーンチェンジするような動きで走行するレーンを変更し人を回避しています。この動作も人にとって馴染みが深く自然な動作であると言われているため採用しています。次に、人とすれ違うタイミングで回避動作を終えられないほどの距離で人を検出した際の動作を示します。このように人に対して回避動作を実行できる分だけ手前に停止し、数秒間待機し、回避終了後に人と平行にすれ違えるような回避動作を実行します。これは安心な移動で回避できない場合は人に回避を委ね、人が動けないと判断したら静止した人を安心な移動で回避する、いわば安心版お先にどうぞ作戦です。このように安心な人回避動作とは何かを調査し、その動作を実現する手法を考案することを通して研究を進めています。いかがだったでしょうか。このような形で私はみんなに使いたいと思ってもらえるような人の役に立つ自律移動ロボットの実現に向けて研究に取り組んでいます。この動画を見て皆さんもロボット研究に興味を持ってもらえたら嬉しいです。もしかしたら身の回りにいる配膳ロボットの動きを作るのはあなたかもしれません。ご清聴ありがとうございました。